nearest Tokyo Station, the right side is Tokyo Station. Maybe you can find. はいどうもヒーローゆきです。スタリストレーナーです。今日はリフトアップしたミルリーでドライブ、そしてハンバーグを食べに行っていい景色を見るぞという企画です。はい、この4インチリフトアップしたエブリーめっちゃかっこいいんですよ。かっこいいんです。だけどめっちゃ遅いっすよ。遅くなったんですなので、はい、まあ、これでね燃費がどれだけ変わったかっていうのをちょっとテストしてみようかなと。まあ、改めてちょっと変わった変更点なんですけど、まず4インチリフトアップ、はい、そうですね。そしてフロントのフロントの部分のここのバンパーの部分、バンパー変わってバーがついて、で、まあ、フォグランプ入れてもらったりとか、あとここですね、大きなホイールとタイヤで、このタイヤが結構ね、やっぱり遅くなってる原因かなと。多分ね。あとここですね、オーバーフェンダー、これも一番マックスで大きいのをつけてもらってます。そしてサイドステップにを入れてもらってます。あとねマフラーも変えたんですよね、うん、あと後ろのバンパーもここ変わってますね。このマフラー変えたのももしかしたら影響してるかもしれないし。あ、そうですね。 あとこれですね、牽引のやつ、牽引フックで、ここに外部電源が来ていて、後ろの、プレートはこちらですね。はい、これをですね、はい、オリジナルズさんでカスタムしていただきました。でここの上にラック、ラックも乗っかってるので、これもまあ重さとしては重いかな。あとねこの前のこれがねフェアリングっていってね、風切り音防止のやつなんですよ。はい、というわけで、まあ、こちらでドライブしていきます。はい、私から運転していきます。寝ないように頑張ります。はい、と今んとこなんですけども、今の平均燃費、ちなみに距離は1万4000走ってます、はい、これエブリーの肉の 5AGS、 はい、これですね。はい、すごいいいですね、やっぱり 15.8 万走ってます。これが、リフトアップする前ですノーマル状態の時に 15.8、 肉の 5AGS PA グレード、これが、一回リセットしてリフトアップした状態でどこまで燃費が変わるか、うんうん、じゃあちょっとリセットしてください。はい、これでリセットされました。でこれでね燃費、とりあえずね静岡県に行きます。はい、ハンバーグ食べに行きますなぜハンバーグかっていうと、じゃあ走りながらちょっと、はいはい、なんでハンバーグなのかというとですね、はい、このミルミルランドのエブリーミルリーを買ったのが静岡県掛川市にある松下モータースさんというところなんですけども、はい、松下モータースさんってすごいね安い、とにかく安く買えると。そうだし、あと品質もねちゃんとしたやつを渡さない。そうで、新古車とか程度のいい中古車っていうのを主に取り扱ってて、でこのミルミルランドのエブリーミルリーもね、ミルリーはこれはねディーラーの試乗車で1年間乗られてたやつで、うん、1000キロくらいしか走ってなかった。1700ちょい走ってた状態で、うん、で車両本体価格が70ちょい、うん、でまあ、総額が80ちょい、80万ちょっとで買えたんですよね、うん、っていうので、まあ僕はネットでいろいろ探したんですけど、本当にすごい安かった、うん、で安く買えた。で静岡県なんですけど、なんかね全国からそうそうそう、申し込んでネットで購入だから、今ネットで車が買えちゃう時代だからね。そうなんですよ、うちらもネットで車買ったんですけど、場所もねちょっとねこう行きやすいかって言われたら行きやすい場所ではなかったんですよ、ね、ちょっと本当静岡でも地方の方にある、うん、ただ安く買えるから、そう、場所もそういう意味ではいい場所選んで、うちらは車取りに行ったんですけど、うん、車取りに行けない人は陸送とかもしてくれる し、 てれますし、ね、っていうので、まあ、それをうちらの動画で紹介して松下
モタスさんで買いましたよっていうのを撮って公開したら、うちらの動画を見た人で松下モータースさんから車を買ったっていう方が何名かいらっしゃったということで、役に立ちましたね。役に立ちましたね、うん、それでこの商品券を送っていただいたんですよ。そうなんですよぜひ静岡県に食べに来てくださいと。そうなんですよ。ということで、じゃあせっかくいただいたんでね、静岡県行こうじゃないかと。爽やかハンバーグっていうのが食べに行こうじゃないかと。今ね、静岡県でなんか有名らしいですよね。何店舗もあるみたいですね。はい、ただ関東の方にはないんですよ、うん、これ静岡県限定の。そうですね、うん、なので、まあ、リフトアップしたんで、じゃあせっかくなんでドライブがてら行こうじゃないかということで、静岡県で何店舗かあるんですけど、関東から一番近いのが足柄インターサービスセンター近くの御殿場プレミアムアウトレットっていうところに1店あるらしいんで、爽やかハンバーグ、はい、そこを目指していこうと思います、はい、でね、爽やかハンバーグの口コミ見たら、どの店舗もすごい口コミの評判いいんだよね。いいですね、すごいいいですよね。口コミの数も多いし、全部評価高いから、そう、期待大なんですよ。これは間違いないだろうと、はい、で、なんかね、どこの店舗もなんか並ぶらしいんですよ。混んでなければいいけどね。そうですね、まあ、混んでてももうこれ目当てなので並ぶしかないって感じなんですけど。で、ついでに、じゃあその高速道路でどのぐらい走るのか、燃費がどのぐらいなのかっていうのを測りつつ、せっかくあっちの方まで行くんで、じゃあ今度山も登るのかどうかっていうのもちょっとね、実験してみたいと思うんで、これだけあの走りが遅いから山登れるのっていう、その実験もちょっと箱根の方で、はい、峠走ってみたいと思います。行ってきます。千葉県市川市を出発したところ、これね、ブレーキもね、前よりだいぶあの早めに踏まないとね、スツツツっていっちゃうんで、そのブレーキのタイミング全然違うよね。そうですね、早め前は踏んだらすぐ止まったけど、うん、今は踏んでもなかなか止まんないから、うん、本当早い段階に踏まないといけないですね。で、あと出だしが本当にもっさりとしてるいや本当笑っちゃうぐらい、加速もしない、うん、で高速乗ったら80キロしか出ない、一番左しか走れないじゃんみたいな感じですだからリフトアップするぞっていう人はその辺を踏まえた上で、そう、もうね、それ知ってた方がいいですね、本当にいいのかどうか。そうそう、まあ、今回に私たちは外見を選ぼうっていうことだったので、うちらは最初から車買う時からカスタムしようっていうのは決めてたんで、だがしかしこんなに遅くなるとは知らなかったので、だからね、すんごいびっくりしました。肉じゃん、でターボないじゃん、ノンターボじゃん、ノンターボ。だから唯一僕が後悔してるのは、四駆でターボにしとけばよかったなっていうのはちょっと、そうですね、うん、思いましたね。今更だけどね。だからこれからリフトアップ考えてる人は、まあ、遅くなってもいいのかどうかっていうのと、そう、もうそれは本当そう。あとなるべくだったら四駆かターボはつけた方がいいかなっては思います。本当にカスタムしなければね、よかったんですよ。本当ノーマルの状態だったら AGS、GoAGS 肉でターボもなしでも普通に走ったし、高速でも120とか30とか出てたし、山道も普通に登ってたし、はい、なんなら追い越し車線でちゃんとね、ビンビン追い越し車線の時にあなたがいや、そうでもないですよ。いや走り屋レーナー、ゆうきさんもかなり飛ばしてますよ。僕は安全運転でしたけど、僕は法定速度を必ず守って違反は全くしてませんけどどの口が言ってんのかっていうびっくりですけど、はい、まあ、そんな感じでね、だからこの燃費がね、どう変わるのかも含めてちょっと見てもらって、そうですね、そう、ちょっとカスタムする前に考えた方がいいことだなと思います。そうだから見た目はすんごいかっこよくなります。超かっこいい、うん、しかもヒョウ柄に染めるとさらにかっこよくなるあのね、ヒョウ柄なのに遅いっていうね、この矛盾点。そう、下道は普通に全然支障ないよね。支障はなんかねなんか歯切れの悪い回答ですけど、いや、なんかやっぱりスタートとか遅いから、あ、そこはね、なんか後ろの車が
迷惑してるとは言わないけれど、出だしがちょっと遅いっていうので、そうなんですよ、出だしが、ね、遅いです。なんかね、ミルリーカスタムしたおかげでちょっと可愛かったんですけど、うん、それがかっこよくなりましたね。ワイルドになったね、うん、あの可愛さはどこへって感じです。うん、本当これはあのキャンプ場とか行きたいですね、これで。そうですね、めっちゃ似合うと思う、自然の中で溶け込む、うんうん、楽しみです。オリジナルズさんでやってもらったんですけども、しばらく1ヶ月ぐらいね、あの置かせてもらったんですけど、そしたらなんか他のお客さんがサファリパークの車はカスタムしてんですかとか言われたとかって言ってたんでね、はい、おっしゃってましたね。確かにそうだろうなと、うん、でサファリパーク行ってみましたけど、サファリパークの車よりもサファリっぽかった。馴染んでたからね、ミルリーの方がよりサファリパークに馴染んでたからね。で今リフトアップしてさらにサファリパークに馴染んでるだろうとかな。多分ね、あの走り見られたら笑われるけど。そうだね、うん、でもサファリパークもそんなに飛ばすようなとこじゃないからね。中はそうですね、ゆっくりのんびりって感じでしたね。ああ、うん、ただ良かったのは車高が高くなってるので、運転してる時の景色がやっぱりいいですね。ああ、うん、そうだね、うん、4インチだから10センチちょっと上がってるんですよね、うん、10センチちょっと上がってる上に、なんだろう、そうですね、それがやっぱり大きいのかな、うん、いいですよ、かなりハイエースほどは高くないけど、はい、って感じですね。そうね、ハイエースの高さがあってよかった。ただやっぱりあのコーナーとかが見づらくは確かになってるので、うん、見なきゃいけないなとは思いますけど、つけていただいた鏡がね、なんかこう見やすい鏡だったので、ここね、サイドミラー、これ下とか見れるようになってて、四角になる部分ですよね。そうこれがなきゃいけないんですよ、うん、なのでつけてもらいました。それ良かったですね、安心。ちなみに今平均燃費どのぐらいですか。今ね 10.7 とかですか。10.7、 やっぱり10切るかな。どうですかね、でも下道で今 11になりましたね。あ、11、うんうん、じゃああれか、高速に乗ったらもうちょっと伸びるか。伸びると思います、伸びてほしいね、うん、だってなんかねスピードは出ないわ、燃費はすごい悪くなるわ、じゃあねなんか踏んだり蹴ったりじゃないですか。一応ね、あのエブリィの公式ホームページでは、カタログ上では 5AGS のこの PA っていうグレードは燃費が19ぐらいは出るらしいんですよね。じゃあもともとちょっとあれだったんですかね、まあ、ただ、まあ、ベストな状態でそれだから、まあ、うちらはだいたい2人で乗ることが多いし、うん、なので、まあ、平均が 15 点ちょいだったけど、はい、今目の前に東京スカイツリーが見えてきました。ここは何川なんだろう、何川ですか。分かんない分かんないですね、分かんないけどスカイツリーが見えてます。このルートなんか珍しいね、こっちの。うん、ほとんど来ないですね。でもなんかすごい混んでるんじゃないですか、小松川。大島、八丁目って書いてある。大島、うん、大島っていうの。大島ですね。大島じゃない、島じゃないです。なんで、そういう発音だから、ここは大島、はい、大島。何なんだろうね、その C とか G とかって何が違うんだろうね。何がなんかルールがあるのかなと思いきや、なさそうな気もしますし、でもここは高徳なので一応私の出身地なので。ガダリスト・レイナの出身地ですかガダリスト・ドじゃないんですか。ガダリスト・ド言いづらいな、言いづらいですね。ダディディディド、ガダリスト・レイナここ何、出身地なの。あ、いや、うん、
まあ、近いっちゃ近い。ナイスアイアンって。あ、ここ来たことあります。この中市コーヒー店っていう、なんか昔来たことある。なんかね、いい感じの。なんか面白い店がいっぱいあるね、この辺ね。下町ですね、結構ね。もつ焼きセンター。でも江東区って書いてあった。江東区出身としては。あ、江東区出身なのね。はい、そうなんです。下町です。下町のガドリゾートで。そうだから下町だから物価が安かったわけですよ。で今あの中央区に住んでるんですけど、もうね、あの橋越えて中央区になった途端高くって物価が、もう本当びっくりしました。あ、違うんだ。同じ東京の中でも違います。もう本当びっくりですよ。全然違う。まあ、そんなこんなで物価に驚いた。物価に、物価ちゃん物価ちゃん、どこの人でしたっけ。物価ちゃん、物価ちゃんいましたね。深谷市の物価ちゃん。あ、そうだそうだ、ネギのね、深谷ネギの。で、あそこ行ったじゃないですか。深谷ネギのふっかちゃんのところ行って。はい、行きましたね。で、あそこで、なんだっけ、お花でしたっけ、なんかあのパン屋さんに入ったの覚えてます？あ、はいはい。で、そこのパン屋さんが実はうちの近くにも出店してて。あ、そうなんだ。びっくりしました。あれと思って、同じロゴで同じ名前で、でもって検索したらやっぱり同じ系列店舗で。あ、そうなのね。うん、あの店舗自体はすごいちっちゃいんで、あんなに種類とかはないんですけど、あ、あそこのやつだみたいな、すごいびっくりしました。あそこのパン美味しかったね。ね、種類も豊富だったし、美味しかったですよね。そうなんですよ。ここら辺はね、西大島のエリアに入ってきてるんじゃなかろうかと思います。大島から、大島8丁目、6丁目って今書いてありましたね。で、向こうに行くと多分西大島じゃないかな。ね、混んでますね。現在朝の、朝でもないか、午前、あ、もう、ん？今何時で？9時40分。分ぐらい。今でもね、燃費 12.2 出てますよ。おお、割とそんなに悪くは。そこまで悪くないですね。ないです。下道でこれだけね、止まって、走って止まって走って繰り返して。新しい候補ルートが見つかりました。さっきからなんかね、いろいろ新ルートでいいんじゃないですか。距離は減って、所要時間が。はい、日本橋の方に来てます。はい、ここら辺の結構、なんだろう、ビルが多いでしょ。ビル多いね。八丁堀とか過ぎていくと、もうちょっとで右側に東京駅が出てきます。 あ、右側なの東京駅。そうですね、ここにもあの橋渡ったのは中央区なんですよ。ここに水天宮とか近くって、主人様、あ、そうそう、ここがね、水天宮駅。水天宮駅、あの小宝の神様ですね。そうなんです。ここら辺もいいとこですよね。下町だったけど、やっぱり開発されてるパン物価も高いし、うん、なんかね、この辺高そうですねでもね、そこら辺多分人形町なんですけど、なんかこう昔ながらのお店とかも結構あるし、うん、いいですよ。あ、そうなんだ、うん、街並みもいい感じです。日本橋人形町、うん、ずっとね、この新大橋通りっていうのを通ってきています。はい、人形町はですね、たい焼きが有名なお店があって、本当にね、外までずらーって並んでるんですけど、手焼きで焼くんですよ。で、一個一個焼くんですよ。なんていうのかな、こういう鉄板でガバッてやるんじゃなくって、うん、一個一個のこうたい焼きの型があって、それに入れてこう回しながら、ね、そう一個ずつ焼いていく。効率は悪いけど、そうそう、それがすごい美味しい。
早く終わっちゃいますあと人形町は人形焼きがやっぱり有名で、出来たての人形焼きとか本当ホクホクしててすっごい美味しいです。あ、なんかいいね、出来たて熱々の、うん、1個から買えるからちょっと食べ歩きもできるし、そういうのがね楽しいですね。まもなく柿柄町斜め左方向です。はい、ずっと行くと銀座とかに行くんですけど、うん、まずはこの信号を斜め左です、はい、斜め左に行くともうちょっとすると東京駅とかが、ね、右手に出てきます。ちょっとバスガイドさん風に案内お願いします。え、ここなんかすごい見えるのとかあるかな、ない。あ、はい、でもあちら右手に見えますのは、あ、はいとか言わないですよはい、っていうか、運転させながらバスガイドって結構な移動すごくないですか。いや、いるじゃん、いるじゃん、運転しながらガイドする人。あ、確かにカナダにいましたね。カナダにめっちゃ喋りながらさ、めっちゃ喋ってましたね、ずっと喋ってましたね、うん、あの人みたいな感じでお願いします。でもね、多分ね、フランクの英語だったからね。あ、じゃあ英語でガイドお願いします。それ無理、ちょっと待って、それはもうなんか難易度さらに上がってますからねそもそもバスデートで何言ったらいいんだろうってなってるところに、え、英語に切り替えるのみたいな。じゃ あ, あの僕が外国から来た人だと思って、はい、お願いしますそんなアドリブはちょっと今難しいんですけど。レイナ、ここはどこなんだい。ここはね、ここ茅場町ですね。じゃあそこは英語で、僕は今英語喋れないのでそれ僕言いましたけど、一応英語で言ってるもんだと思って。確かに英語っぽかったですね、はい、英語っぽかったっていうか、なんかモノマネっぽかったですね。Here is the nearest Tokyo station. The right side isTokyo station, maybe you can find. そして八丁堀は何だろう、何かあったかな。八丁堀は八丁堀は前働いていた、used to be I work at sushi restaurant and the sushi restaurant, yeah, the one of the master opener sushi restaurant here, near here.So sometimes I go to there and very delicious. And he is a very good man, so... Uh-huh. Maybe... I don't want to take you. Yes. yes. 今ね、今のね、アハにちょっとイラッとしたから、美味しい、前私が働いていたところのレストランの、はい、お寿司屋さんの、まあ、職人さんがそこで、はい、新しくオープンしたんだよ、お店を。でそこは美味しくてたまに行くんだけど、で、まあ、一緒に行くかいって誘おうかなと思ったら、あはーって言われたからあなたは連れて行きませんって言ったんです。そしたらイエス、そうイエスって言ったんですはい、はい、そんな感じで。バカなやつ、バカなやつコントです。八丁堀駅、入り船1丁目右方向です。その先 300m で左方向入り口です。この辺もね、やっぱりビルが多いから、やっぱり右方向になってますけど、あ、過ぎちゃう。右です。この信号それ無理ですね。まあ、無理 0m なんです。また違う回答とかでしてくれるんじゃないですか。およそ1分今高速やっと乗るかなと思ったらさ、だってほら変なことやらせるから大事なの。いやいやい
や、ドライバーはそこちゃんと見とかないとダメですよ。いやだってさ、あのルートいつも同じルートをぐるぐるしてる人たちならいいけど、はいはい、ここまで来るならさ、私がさ、あれじゃないですか、あの事務所に行かずにうちに来てくれた方が効率良かったんじゃないですか。そうですね、こっち来るんだと ね、そうなんですね。絶対そうですよ。だって私1時間かけて事務所に行って、でまた1時間ぐらいかけてここに戻ってきてるんだから、すごい、なんだろう、無駄感半端ないな。ご注意ください。ここはね、あの築地です。築地はね、徒歩でよく来ますね。よくここら辺うろうろしてますよ。で、ここ左手が築地本願寺っていうね、ご飯はテンプレです。危なかったですね、今ね、ね、突っ込みそうな。車間距離開けてくださいね。ね、気をつけないといや、すごい、この人すごいゆっくりだな。どこで曲がるんでしょう。次の次か。そっちに行きたかったな。築地の、はい、まあ、メイン。そう、ここね、ここ築地場が今はね、もうね、およそ700m、ほとんど開いてないんですけど、ここ本当に人すごかったんです。あ、もう結構シャッター降りてるね。うん、かなり降りてます。こっち側ね、すごい。あ、もう人が本当にいない。はい、で、あのコロナ前は、あのこの時間とかでも観光客の方が結構いらっしゃっててすごかったんですけど、もうね、全然ですね、コロナになってから。なるほどね。そうなんです。ここら辺にガンセンターがあったりとか、はいはいはい、ここ、はい、これね、なかなか高速乗れないからね。これ何、こっち、左ですね、有明。でもここ左折ではないですよね。なんかほら、あ、そうか、もうちょい先ね。で、あのトラックにはまる、はめようっていう算段でしょ、心一番左に行かせてそうだね、トラックにはまる ね、ここら辺ね、変わってすごいね、あの虎ノ門から新橋通って向こうの、豊見の方まで行くような橋ができてて、向こう側ですけどね、うん、はい、そんな感じで。で、あそこがね、今見えるかな、緑のところあるじゃないですか、あそこのモコモコしているところは浜離宮です。あそこが浜離宮だ。そこもすごい素敵ですよ。今の時期だときっとね、紫陽花がすごい綺麗に見えると思います。春は桜もすごく綺麗ですし、うん、秋は紅葉して、で、こっからはあのお船も出てるので、そこからね、浅草とかも行けたりとかして、すごい楽しいですよ。ぜひ東京にいらっしゃった時はここら辺もぐるっと探索してみてください。はい、はい、じゃあガイド終わりということでよろしいでしょうか。集中しないとさ、あれですよ、いつまでずっと高速乗れないからね。そうなんですよ。もういい加減乗ってくださいよ。本当ですよ。まもなく斜め左方向です。その先 80m で右方向入り口です。巨大なビルが目の前にする。斜め左です。合ってます、こっちのラインで。ここ左ってこと、左折って、斜め左。あ、でもこのレーンで一応いいんじゃないの。そうですね、汐留のところですね、に、うん、日本テレビの近く、うんうん、そうです、日本テレビの近くです。自動車専用道路に入ります。逆走にご注意。あ、これだね、こっからじゃあ乗ります。すごい下道来たな。続いて料金所です。この先合流があります、ご注意ください。今のところ燃費
ない。しない。今これ GoAGSN のライブモード。あ、レインボーブリッジがそこに見えます。結構低速で引っ張るんだよね。そう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 、前からかなと思って。高速乗ったらね、どうぞどうぞって感じですよ、うん、早く前行ってください、遅いにすいませんみたいな。東京タワー、島公園だから、あそこ虎も、虎の門ビル違うかな、モリビルって書いてある。大都会を走ってます大都会のジャングルを駆け抜けてます。氷河、氷河でね、あの氷とジャガーって実は結構柄が似てるじゃないですか。ああで、どう違うんだろうって思って調べた時があって、はいはいはい、調べてみたらジャガーは森の中で、まあ、生きるわけですよ、はい、なのであんまりね足は速くないんですって。あ、そうだけどパワフル、だけどヒョウの方が軽やかで速いんだけどパワフルさはない。だからジャガー横田なんだ。あ、そうなんですね、パワフルってこと。パワフル、どなたですか。知らないの、ジャガー横田存じませんでした。マジで、え、ジャガー横田知らないの。ジャガー横田、何屋さん、何屋さん、プロレスラー、女子プロレスラー知ってるかもしれない。で、あのお医者さんが旦那さんで、あ、なんかあの高齢出産した方ですか。あ、そうそう、あ、はい、存じてました、はい、失礼しました。パワフル、そうですね、パワフルですよね。なんか強そうですもんね。こっちか、ちょっとびっくり。運転に集中してくださいよ料金は280円。あれ、出ちゃった。あれ、出たね。あ、違う、 え、出た、出た、出てる、出てる、出ちゃったのか。え、何、どういうこと。うまい。なぜか今降りてしまいました、高速を。ね、なんか一応案内に従ったつもりだったんですけど、また下道走ってます。謎の下道です。六本木です。もう今日は多分東京観光の日なんじゃないですか東京ドライブ、もうひたすら東京走って、ま、なんか爽やかになかなかつけないっていう。これ、ね、六本木なんですけど、もう静かですね。爽やかハンバーグに着く頃にはもううちらは爽やかじゃなくなってるという。いや、ごめんなさい、いつでも爽やかでありたい爽やかでありたい。ありたい。いや。ここら辺もね、なんかバーとかで、あの外国人の方が結構いたんですけど、やっぱりビッグイオは、うん、なんかね、ハンバーグとか多分そういうのを出してたりとか、あとスポーツ観戦できたりとか、そんな感じだと思うんですけど。およそ300m 先、六本木、斜め左方向です。斜め左方向ですか。そうですね。まもなく六本木斜め左方向です。ミッドタウンとか、ミッドタウンの上にはあの美術館があったりとか、あとね、あっちには国、なんだっけな、日本、ん、なんだっけ、国際美術館、忘れちゃった名前でも、そう、美術館があったりとか、ここら辺結構お休みの日にたまに来たりとかするんですけど、もう今はほとんど来ないですね。あのサントリーの美術館、近い人は年間の会員になってるとすごい安く入れて、うん、あの定期的に違うものやるから見てて楽しいです。お好きな方はおすすめです、ね、人ほとんど歩いてないですもんね。で、ここは東京、え、違うな、六本木のタワー、うん、ヒルズですね。ヒルズ
テレビ局入ってませんでしたっけ？入ってたっけ？テレビ局じゃないの。まあ、うる覚え。あんまりこっちは来ないんですよ。まあ、よく歩くんですよ。ここから歩いて帰ったりとかする。またここから乗ります。およそ300メートル先、渋谷ライン右方向入り口です。その先40メートルで料金所です。渋谷から乗るんだ今度。渋谷はね、あんまり来ないな。まもなく渋谷ライン右方向入り口です。その先40メートルで料金所です。まっすぐ行った上であそこから入るんですね。うん、2度目の高速度目、本日2度目の高速、帰りでもないけれど。あ、なんかでも渋滞って出てますね。横浜青葉から海老名、渋滞5キロって出てます。自動車専用道路に入ります。はい、ここですね。注意ください。はい、渋谷、渋谷から続いて料金所です。